小犬沼慶次郎さん、西野入忠邦さんです。まあちょっと飛んでると分かりませんけども、乗っているエンジンはエンヤの404サイクルです。でオールドタイマーっていうのはご覧のようにラダー機ですけども、ブーンって飛んでヒューッと降りてくる、そういう飛行機ですね。で、製作記事にはキヌバリドープ仕上げと書いてありますが、実際にはこれ和紙でした。和紙、当時和紙しかありませんでしたので、まあ、こんなような飛行機ね、あのラジコンと称して真空管の受信機を乗せて飛ばしているような機体もあったと思います。高島さんすごいんですね、ページェントすごいいっぱい出てます。出てくださってます。2000年から1回お休みしただけでほぼ毎年です。そうです。で、見る限りに非常にマニアックな機体ばっかです。水谷さんがマニアックとおっしゃる機体で、今これね、ロープ仕上げっていいように思いますけども、本当指でもペロンペロンと穴が開いちゃうような感じですね。だからもう保管は大変なんじゃないですかね。で、先ほどお話ししましたが、まあ全部張り替えるのはこれ大変だみたいなね。こうふらついてますけども、これ全部自立安定でふらついてるんであって、飛行機の性能が悪いわけじゃなくて、10度以上の上半角ラダー機だとこういう動きをします。ただこれは機体がフラフラしてるんじゃなくて、常に自分をの維持しようとした動きなんで、決してパイロットの腕ではないんです。で、それがまた面白い。飛行機は飛行機というぐらいだから飛ぶもんですね。操縦するから落ちるんです。で、今飛ばしているように割と鋭角を向けて割と高いところまで持ってって、ペラをエンジンをカットする、あるいは燃料がなくなる、もっと過激なのだと水平尾翼が外れるようなのもあります。そして目的地のところに降ろしていく。だから昔のラジコンっていうのはコントロールするのではなくて、自分の作った飛行機が飛んでっちゃってどっか行くの嫌だからラジコンにして戻すというような考えです。お、いい感じですね。よいしょ、よいしょ。はい、ありがとうございました。大事にしてください。オールドタイマー機 K1 高島和夫さん。